できるだけそのただの話し合いだけじゃなくてちゃんと実行できるように形になるように、進めていければいいかなと思いますので、ダイレクトに、いろんな意見だったり、こうしていきたいっていうのがありましたらよろしくお願いします。Jリーグもちょっとずつその入場の可能な人数っていうのをこう1000人とか結構こう V 字回復をしております。神戸のまあ美味しいものをせっかくだったら食べていただこうだったり、一般のこう来た人にも体験できるものをご用意しておいたり、ビッセルの方だと結構20代の方が多くなってまして、ビッセルはビッセル独自の何かこう戦略というか、そういうのも、うん、やっぱりもうちょっとこう日々できること、まあもちろん練習とかね、うん、その疲れとかも考慮しながらではありますけれども、身近に感じていただける機会っていうのはやっぱ作るのが大事なのかなっていうのを今改めてお話聞いて、うん、はい、強く思った次第ですね、うん、はい、町の方たちとどういう風に作っていくかっていうのがまず一つのポイントですよね。であとは来てる既存のファンサポーターの方たちとどういう風にチームが強くなっていくか盛り上げていくかっていう、この2つのテーマだと思うんですけども、なんか選手たちがあれですよね、商店街にちゃんと出向いて商店街のお店の方たちとちゃんと交流を持つイベントとか、そうですね、そうですね、そういうのはやっぱりやっていかないと、町の方たちと触れ合う回数がちょっと少なすぎますよね。うん、まあそうかもしれないですね、うん、なんかね、うん、サッカーに興味ない方たちっていうのは、まあ、僕もそうなんですけども、会えば話せば写真撮ればサイン書いてもらえばファンなんですよ。いや、まあ確かにこの通りですね。エヴァンジェリストで選手連れて商店街行く、一番いいですね。行きます行きます全然。例えば去年そのマリノスなんかは優勝争いしてた時に横浜駅その順位表を貼ってたんですね、多分。でそれをなんていうか勝ち点とかもそれをなんか横浜の人らがもうサッカー関係ないけどなんか書いてある、なんか横浜が1位やって見てて写真撮って SNS であげたらやっぱその盛り上がるとか。なるほど、それめちゃくちゃ良くないですか。うん、いいですね。それも三宮駅じゃないですか。こんなに上がりましたよ。あとはね、こういったアイデアたくさん出していただいたところ、いくつかね、こう形にしていきたいですね。そうなんですよ、3つぐらいできんじゃないですか。センター街、大きな店なんですね。順位表 OK もらいました。はい、させてください。先々月ですかねに、チーフ社長と僕とサポーターのミーティングがあって、どうやったらヴィッセル神戸が盛り上がるかとか、どうやったら優勝争いに向けて毎試合スタジアムが前になるかっていう話し合いをした中で、商店街の方たちとうまく連携取ってヴィッセル神戸を知ってもらうとか試合に来てもらうっていう流れを作った方がいいんじゃないかっていう提案をさせていただきました。僕が皆さん今日よろしくお願いします。さあ行きますか。じゃあすごいね、やっぱりさっこういっぱい人いるね。確かに平日だよね。やばい。こんにちは。こんにちは。皆さんどうですか、ヴィッセル神戸の試合は行かれてますか。はい、毎試合結構来てるんですか。たまに僕らからなんですけど、すいません、プレゼントで。素晴らしい。はい、チーズ。はい、オッケーです。ありがとうございます。ありがとうございます。あら、こんにちは。こんにちは。汗かいて。さあ、ヴィッセルショップにやってきました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。一回線で回して、一等。ユニフォームが一等。金銭たら一等。で、他は何なんですか。銀出たら、サイングッズになります。あ、サイングッズね。え、これって外れですか。2番来た、当たりよ。え、これ当たり。これなんと当たり、銀賞になります。銀、これは、ちゃんと銀です。
じゃあちょっと待ってください。じゃあやりますか。ユニフォームは僕のだけなんですか今。そうですね、金があって。それは自分で当てようよ。自分で当てて、うん、プレゼント最高じゃないですかそれ。じゃあちょっとやりますか、ね、じゃあ、はい、じゃあ使いますね。使います。いいですか。いや、それは当てようよマジで、ね、うわ緑電卓。お、白だ。下やね。何それ。ノート。こっちが良くない。ノート結構いいかも、うんうん。よいしょ。で、ピンク。ピンクか。ね、また。今3人でくじを引いたんですけど、グッズが出たんですね。で、この中から皆さんにサインでプレゼントしたいと思います。武藤選手、それ何ですか？ノートです。ノート。誰か小学生とかの、はい。勉強頑張る。アピールしてください。アピールいます。おー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 いいですね、いいですね。欲しい人。はい。おお、な、何に使うの電卓。数学の計算。数学の計算ダメよ。え、今いくつですか。今、高1っす。高1で電卓使う。はい。いい、テストで使っちゃダメだよ。テストでは使う。テストダメよね、カンニングね。もちろんです。OK。 サインいる。あ、欲しいっす。お願いします。飯野さんがもらえるの嬉しいやろ。はい、やばいっす。はい、どうぞ。ございます。やったー、おめでとう。おめでとう。ここいる。マルチケース。前川選手の欲しい方、欲しい方、何に使うか僕に気持ちをぶつけてください。腹巻きにします。正解。腹巻き、腹巻き、腹巻き使う。腹巻きにします。オッケー、転化して。黒目の方がいいか。2秒フットのみんな、うん、ありがとう。ありがとうございます。そしてミステル神戸を応援よろしくです。イエーイ。皆さんの応援、お力が必要なので、今後とも熱い応援、声援よろしくお願いします。ありがとうございます。よっしゃー。ありがとうございます。素晴らしい。はい。優勝争いしてて、あ、そうですね、あの、はい、みんなで頑張るんで、あの、ぜひ皆さんの応援のお力添えください。はい、頑張ってユニフォームを、はい、プレゼントしますんで。はい、ありがとうございます。取ります。はい、チーズ。もう一枚いきます。次は丸屋靴店に行きたいと思います。行きましょう。神戸の靴作りを引っ張ってきたお店です。はい、こちらです。そんな隣。そんなこと。はい、J1 リーグで今すごい成績で。あ、ありがとうございます。優勝できるように頑張ります。はい、よろしくお願いします。神戸と共に、はい、お互い一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、3代目ご歴史のスマホで。はい、はい、すいません、ありがとうございます。これいただきます。はい、はい、続いては、はい、亀井堂総本店さんに行かしていただきます。河原せんべいが有名だそうで。こんにちは。優しい。物腰低いな。ミッセル神戸です。すいません、失礼します。こんにちは。いただきます。いただきます。いただいてます。めっちゃ取った。うわ、うまっ。おいしい。買うことはめっちゃよくない。別の全く違うお菓子と同じ材料で作ってるんですよ。分かったかもしれない。わかります。え、いいですか僕。はい、どうぞ。カステラだね。あ、正解です。そっちだった。なんでお前分かるの。ちょっと雰囲気が似てる。味。じゃあカステラを思いっきり圧縮させたらこれになるってことですね。あ、そうです、そうです。あ、待って。いただきます。いただきます。いただきます。うん、うん、うまっ。めったレモン、いや、爽やかでいいっす。すごい。お
さっぱりしてる、めっちゃ違う、うん、お願いします。お願いします。全力で、全力で。はい、チーズ。これはもうローストビーフと、これは美味しいね。いや食べたいね。試合の日とかですか、これ結構食べるのが。そうですね、サポーターの方もいろいろ見てくださって、わお二人が活躍します。ここの淡路屋さんのお弁当はスタジアムでも販売しているので、ホームゲーム見に来た際はぜひ皆さん買っていってください。ライバルいってる。ライバル。さあ行きますか。じゃあよっしゃ、いいよ。こんにちは、お邪魔します。こんにちは、よろしくお願いします。おっしゃれだね。いやちょっともやりますか、秋のコーディネート対決。あ、ここでコーディネートか。はい、そうだそうだ。あのリュウハとゴークで、そうだ、僕が1位を取らせていきました。そうだ、ここでコーディネートだ。はい、どうだ、去年の秋ですよね、やらせていただいたね。はい、はい、なるほど。はい、チーズ。 OK。 あ、すごい、よしよし、これいきます。よっしゃ、じゃあすいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは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 。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、旗も飾っていただいて。いました。いやー、おしゃれ。おー、かっこいいじゃん。ねえ、すごい。こんにちは。すごいね。こんにちは。お願いします。お願いします。どうも。うわ、めちゃくちゃおしゃれじゃん、これ。かわいい。めっちゃぴったり。めちゃくちゃいい。いいね。皮なんで足にも馴染んで、ね、馴染んできますよね。うんうん、ええ感じになってくると思う。いやー、しかもクッション性があって足に優しそうですね。お、そうなんです。これめっちゃいいじゃん。遠征先のホテルとかで履いていただいて。いや、めっちゃおしゃれ。はい、うん、めっちゃおしゃれ。はい、はい、チーズ。はい、オッケー、オッケー。お、ビッセル練習着に来てるじゃないですか。おー、すいません。こういうの素敵だよね。こういうなんか試合じゃない時に着るね。確かに、うん、あ、こああいうのなんないと。県民職員さんに着きました。では、はい、みんなで入っていきたいと思います。お邪魔します。おはようございます。すいません。はい、OK です。ありがとうございます。ちょっと優勝を祝っております。はい、頑張ります。頑張ります。はい、頑張ります。はい、チーズ。ちょっと焼きそばをちょっと。はい、焼きそばでいきましょう。楽天ペイ。はい、楽天ペイ。スライドします。はい、いただきました。はい、キンキンに冷えてやがる。金ヤード。え、これ温めるだけですか。そうだね。ほら、書いてあるよ。チンラーメンもらってもらう。でもいける。今日の晩ご飯です。ビッセルさんや。そうです。今年は優勝やで。はい、あれ。あれしましょう。そう、あれしましょう。あれ、それ。はい、僕、静岡さん抹茶ください。抹茶、はい。僕、2つでお願いします。はい。レモンじゃん。僕、中華レモンでお願いします。はい、じゃあ僕、味わいミルクミルクで、はい、ありがとうございます。以上でございます。はい、ありがとうございます。いただきます。めっちゃ抹茶。うん、めっちゃめちゃスッキリする。めっちゃ抹茶美味しいね。あれでね、うん、めっちゃ濃厚。すげえ。ノエスタ来てくれたりしますか。あ、ノエスタも今年行きました。あ、え、来てくれたり。ありがとうございます。応援してくれてる選手いますか。え、あの、こんな足りないです。大迫選手。大迫選手。あ、じゃあ、外れないやつ。はい、ありがとうございます。大当たりです。前川さんのキーホルダー。ランナーも出てて。やったやったって言いました。必
小吉本店さんのオフィシャルスポンサー神戸牛を使ったレストラン、ラーメン店、焼肉店などを幅広く展開しています。マイホームゲームでスタジアム場外にも出店しているらしいので、はい、ちょっと楽しみですね。この神戸牛を使ったいいね、はい、はい、行ってみましょう。はい、行きましょう。吉小吉本店に着きました。格式高い神戸牛のお店に今から突入したいと思います。では、はい、行きます。すごいサインとか賞状とかいっぱいある。今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ取ります。はい、チーズ。はい、OK です。はい、ありがとうございます。次は、イクローマルシェ神戸元町店さんに向かいたいと思います。はい、オフィシャルスポンサーの、丸山工務店が運営する、八百屋さんですね。はい、みんなで張り切って行きたいと思います。はい、行きましょう。行きましょう。行きましょう。一緒に神戸を盛り上げていきましょうということで、はい、頑張ります。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いし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 ます。238円で買えます。社員やん。こんなもの。すみません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。社員やん。はい、チーズ。はい、OK です。はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。では皆さん、次は、はい、宗家、はい、青通貨っていうところに行きます。はい、豚まんじゅうがね、人気で、はい、はい、もうすごい並んでるという噂をお聞きしてるんで、皆さん楽しみにして、はい、行きたいと思います。行きましょう。すぐに取り側にあったどうだった、そっち。まあまあまあ、え、まあまあまあリラックスしてやってます。いいのかな。ありがとうございました。写真撮ります。撮りますか。どうやらですね、神戸の豚まんが、神戸の豚まんが発祥地なんですよね。そうですね、はい。ということで、私たちここに来させていただきましたけども、すごい盛り上がり見せてますね、今ね。じゃあ、あとね、一踏ん張りということで、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。素晴らしい。熱々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 。めちゃくちゃうまそう。もう1個で食べやすい。1個でいいな。じゃあ、みんなで。お疲れした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 。大丈夫これ。マジで。うわ。うまい。うん、うまうまい、うまい、うまい、いや、俺絶対最高だよ、これ。おいしい。うわ、肉汁うまい、すごい。やばい、肉汁寝てないです。バリうまい。うん、味おいしい。うわ、ほんと。はい、チーズ。はい、オッケーです。はい、もうちょ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 い、もう一回。皆さん、ヴィッセル神戸の選手です。ゴールキーパーの前川です。それはそうでしょ。前川大です。今、皆様のおかげもあって、なんとか首位を走ることができています。この首位を守るべく、その応援をもとに自分たちが頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします。